動物が人のような暮らしをするとどうなるのか、さまざまな動物をモチーフにユーモアあふれる世界を描く鎌田國さんの作品展が高松市で開かれています。目を閉じるオランウータン、実はトイレの中にいます。黒い靴に黒いズボン姿でダンスを踊るのは豚です。鎌田國さんは京都市在住の24歳、京都の芸術大学に在学中から動物を擬人化させ人と同じような日常を描いた作品で注目を集め、今年9月には上海アートフェアに参加するなど活躍の場を広げています。枠の外というテーマの作品展には動物をモチーフにしたアクリル画や油絵など22点が展示されています。こちらはカブトムシの引き出しという作品です。大きなカブトムシの下でゴリラやクマがみこしを担ぐなど、一枚のキャンバスの中に一冊の絵本のような世界が広がっています。一つの絵なんですけど、自分の好きな一場面一場面をこう見つけて、こう好きな場所を探してもらうのも楽しみ方だなと思います。百貨店では初めてという鎌田國さんの作品展は今月30日まで高松天満屋で開かれています。